Believe Yourself 赤木美香スピリチュアルチャンネル。見ていただいて、聞いていただいてありがとうございます。さあ今回はビジョン、価値観、夢を持つことが大切だよ、本当に大切なんだよっていう確認を一緒にしていけたらと思います。初回の配信で、私が会社を作って22年目、2021年で22年目を迎えました。この間7万人ぐらいの方に、研修や個人セッションを通してお目にかかってきました。そのうち多くの皆さんにお伝えしてきたことが、このビジョンを持つこと、夢を持つこと、自分の価値観を明確にすることでした。そして今日も少し朗読を入れますけれども、私が小学館から出させていただいた 3V の成功法則という本も、こちらも、ビジョンを書く、ビジョンをお一人でも書けるようにということで書かせていただいた本です。キャリアを中心に書いてはいるんですけど、キャリアビジョンですね、はい、ビジョンを持つことは自分の軸、自分がこの人生でどちらの方向に進みたいのか、何を大切にしているのか、大切にしたいのか、自分を知るプロセスですね。ビジョンを持つことも大事なんですけれども、そのビジョンや価値観、夢を見つける、探していく、そのプロセス自身が非常に大切です。なぜなら自分をよく知っていくからです。自分を見つめる時間を取るからです。私が、前職7つの習慣フランクリンコピージャパンにいる時から、起業してからの22年間、長きにわたって企業で働く人材の皆様に多く出会ってきました。中には自分のビジョンを持って意識高くその会社で働いていらっしゃる方も非常に多く見受けられますが、中には会社の目標、上司の目標にこう引っ張られて、常に外からの評価によって自分を承認する、自分にモチベーションを与える、そういう人も少なからずおりました。本質、スピリチュアル本質は外からのモチベーション。モチベーションというのは外からの刺激を言います。モチベーションが上がる、やる気が上がる、イコールやる気が上がるっていうふうに、説明されがちですけれども、本当のところはモチベーションというのは外からいただくもので、本質的なものは自分の内側から出ていく、インスパイアされる、自分の内側から人に何をやれ、人に何かを与えられ、刺激を与えられて、よっしゃってこうなるんではなくて、誰に何を与えられなくても、自分の内側からやりたい、やるぞってこう気持ちが湧いてくることをインスパイアと言いますけれども、そのインスパイアされるこうね、気持ちが内側からこう湧いてくる。その大元になるのが自分のビジョンを持つこと。自分の価値観、大切にしているものは何かということが明確であるということなんですね。そしてそれが明確であると、しっかり地に軸足がついて、そして前回最初の配信でも申し上げましたけれども、多少ブレたとしても、人間なので感情があります、思考があります。思考は自動思考といって、自分の意識と関わらず無意識に思考が働いて、例えばどうせ自分はダメなんだとか、こっちがいい、いやこっちが悪い、なんかそれを瞬間的に思考してしまう、これ人間の脳の作りなんですね。そういうものがあるので、軸足が定まってたとしても感情はブレたりとか、そういったことはありますね。
しかし最初にも言ったように、そのブレたとしても戻りが早い、もしくはブレ幅が狭くなる。要は本当に自分が大事にしていることを大事にする人生を歩みやすくなるということですね。仮に会社のビジョンと自分のビジョン、価値観が異なっていたとしても、そこをリンクさせていけば、なんかやりたくないなと思ってた会社のビジョンであったとしても、なんかこの業務やりたくないなって思ったとしても、自分の価値観、ビジョンと会社の価値観をリンクさせていけば、その価値観の中に自分の価値観やビジョンにメリットがあるってことを見出すことも可能です。ということで、その大前提にあるビジョン、価値観、夢を持つ、それが大切なんだということをお伝えできたらと思っています。そしてこのチャンネルでは、そのご自身の価値観を明確にして、またはビジョンを確認、明確にして、ご自身の人生を歩んでいるさまざまな方々にもいろいろお話を聞いていきたいと思いますので、その方々のお話を聞いて、どんなふうなプロセスでご自身のビジョン、価値観、夢を見つけていったのか、そしてどんなふうにそれを実践していったのか、実践していくプロセスでどんなことが起こって、そしてその時にどんなふうにこう対処しながら、まあ、道を歩んでいるのかということを、何かヒントを得ていただけたらと思います。この先に配信していきますので、楽しみにしてください。さあ、それでは私が書いた、もう15年前になるので、すべてのこちらの本ですね、3部この中から、まあ、いくつかビジョンを持つことがいかに大切なのか、まあ、本の中の項目にもあるんですけれども、その中でいくつか抜粋した文章をつなげて、皆さんに朗読でお伝えできたらと思います。では聞いてください。大いなるビジョンの力。なぜビジョンが大切なのでしょうか。それは明確なビジョンやそれに対する知識、そしてそれを達成するという深い決意こそが、新しい何か、新しい文明を生むエネルギーだからです。私たちの先人がその当時絶対に不可能とされていた夢を実現してくれたおかげで、今の私たちの文明や便利な生活があるのです。今ある当たり前のことは、100年前にはなかったことは言うまでもありません。夢ばっかり言っていては飯は食えないなど、今の私たちでも言われそうな言葉を、その当時の夢を追いかけていた方々も言われていたのではないでしょうか。しかしながら、先人が周囲に何を言われようとも、ビジョンや夢を達成するために努力を重ね、実行に移してくれたおかげで、今こうして電気、電話、電気製品、道路、電車、車、飛行機、高層ビル、都市づくり、ものづくりなど、ありとあらゆるものを想像することができたわけです。余談ではありますが、トーマス・エジソンが電球を発明するまでには、気の遠くなるような失敗、1万回以上の失敗があったといいます。ビジョンや夢は強く、深い決意が加わると実現化することができます。あまりにも当たり前に私たちの周りで起こっているこの現象こそが、成功者になるビジョンを実現することが現実的に可能であることを証明しています。ビジョンの力の偉大さを理解していただけましたか？夢を抱くことは、私たち人間すべてが持っている才能だと言われています。それは人生を、そして未来そのものと言っても過言ではないかもしれません。どのような夢も、初めは人間の心の中で生まれます。しかし、その夢がその人の努力によって成し遂げられ、
現実のものとなると、全世界の人々がその恩恵に預かれるのです。その恩恵は時に物であったり、心であったり、姿を変えて私たちの目の前に現れます。家族が一緒に楽しく夢の世界で遊べるようにと、人生の最後まで生涯燃えるような情熱を抱いて、夢のテーマパークを現実のものにしたウォルト・ディズニーも夢を叶えた偉人として有名ですね。もしあなたが自分の夢やビジョンを実現させたいと真剣に願い、そのための努力を惜しまず、そして全てが自分の習慣になるまで学習行動を継続させたなら、必ずや価値ある夢やビジョンを達成できるでしょう。そのビジョンは偉業を成し遂げた人たちと一緒である必要はありません。人生において自分が大切にしたいことを少しでも伸ばすための道しるべ、つまりあなたのビジョンを作ればいいのです。永久の刑は一年の美に至りとは、陽明学者安岡正弘先生の言葉です。ちょっとした心持ちの違いによって将来に大きな差を生じるというのがその意味です。人生の節目におけるその人の心の持ち方が結局その人の一生を大きく左右してしまうのです。生涯順風満帆の人は まずはいませんから、特に逆境失意の時の心の持ち方が大事だと教えてくれています。私がカウンセリングなどでビジョンを持ってみてはと伝えると、運がないのでと答える人がいます。芥川龍之介が、運命とは性格なり、性格とは真理なりという言葉を残しています。ここで言う真理とは心の持ち方のことなのです。運命のありようは心の持ち方で変わるということです。いかなる境遇であっても、自分の最善を尽くすこと、これが自分を成功に導いてくれます。無理と思って始めるのではなく、ここからやってみようと始めてみませんか。ここまでが本の抜粋です。夢を描くとき、ビジョンや価値観を描くとき、できればそれをビジュアル、絵とか映像化してこう描いてみるといいです。私も研修で、そういうお話をよくします。で、実際にちょっと描いてみてください、写真で見てください。あなたはどんな姿でいるか、どんなお顔でいるか、そしてあなたの周りにはどんな人がいるか、あなたはどんな服装でどんな行動をしているのかを絵、ビジュアルで見ていただくようにこう進めていくんですね。それはなぜかというと、ビジュアルで描けるということは、すでに私たちの潜在意識、潜在能力で達成が可能ということです。要はその力、スキルが、可能性がすでに私たちの中にある。だからこそビジュアルで描けるということです。もし私たちの潜在能力、ポテンシャルの中にそれがなかった場合は、ビジュアルで描くことはありありと描くことはできないんですね。映像化できるもの、ビジュアル化できるものは基本的には実現可能です。ということで、スピリチュアルに生きる、自分の本質で生きるということは、自分のその本質を探し、まずは探し出していくこと。ここがファーストステップですね。ぜひ、自分の向かいたい先、進みたい先を見つけていきましょう。今日もチャンネルを見ていただき、聞いていただき、ありがとうございます。